前の話でも普通の話ですけどね。普通事実、ただの事実で。本当にあった兼近の怖い話。というわけで今日はお二人に来てもらいました。ありがとうございます。自己紹介お願いします。満腹ラジオと松下と申します。カノンです。ファイヤー。いや、今日炎がね、消えてしまうかもしれないですね。音拾えてる今多分無言の時間続いて、セミの声の方がでかいからさ。夏じゃないですか。ナイスですね。で、兼近さんがかなりの霊能力者で、そういう霊をね、引き寄せる力があるんですよね。今日は兼近さんの周りで起こった、怖い話をちょっと二人に、話していこうかなって思っていたい。あ、一応本当の霊媒師さんも呼んでるんで、終わった後、ちゃんと、あ、一応払ってお払いするんで、俺の話で済んだよね。やっぱり霊の仕業だったんですね。そう。普通の人間じゃ説明つかないことだね。え、そんなことねえよ、別に。逆に安心しました。していきました。どうしますか、誰から行きます。あ、そう。じゃあ、私から。松下さんありますか。はい。僕ら泥水すすりたいっていうユニットに入らせていただいて、兼近さんのもとでプロデュースしていただいてるんですけれども、一回兼近さんの家でロケをしようっていう日があって、で僕らユニフォームがあるんで、一旦兼近さんの家の中に入って「おはようございます、よろしくお願いします」って言って着替えてから、外に出て「ピンポン訪問しに来ました」ってやったんですけれども、まずそこで「あれさっき一回家の中入って着替えてたけど、なんで最初からその服着てきた手で話してんだっていう、まあネタバラシみたいな、裏っ側をしなくていい、怖いですね。服がない、はい、誰も得しない、ね、そうですね。されて、ちょっと怖いなと思ってたんですけど、そこからお家に入らせていただいて、そこからもありがたいことだとか、やっぱ最近どうなんて相談に乗っていただいて、じゃあ撮影終わりました、じゃあすみません、ありがとうございましたってみんな着替えて帰ろうとしたら、いや、返さないって言い出して、それ兼近さん、兼近さんです。あれれれれって、あ、じゃあもうちょっと終電ぐらいまでみんな、ちょっと遊ばしてもらいますとか、遊んでて、でその中うちの一人が、ごめんなさい、本当に終電がちょっともう、僕自転車でもないんでって言い出したら、ダメダメ、返さないよまた言い出して、兼近さん、明日休みなんですか、だからそんな泊まってってほしいんですかって言ったら、明日は5時駅ええ、ちょっと説明つかない、怖いな、まま全員僕ら泊まらされて、えそのまま朝まで行ってきました。えこれもあれですか、遊んだまま朝まで、そうですね、何人かはずっと起きて兼近さんとワンピースの話とかしてたんですけど、はい、そのワンピースもなんかずっとワンピースの正体は概念がきついずっと言い張ってたみたいで、先輩はその、論破をできない、あかわいたしさんにそれだけはないと言われてワンピースの感じそれだけはないと言われた、あそうだったね、考察ですよね僕らが止めてたのに、はい、言っちゃったんですね。でも霊が乗り移ってるんで、そうですよね。あれはすごく怖かったです、僕は。ありがとうございます。怖いなぁ。ああいうことが、ただ、こういう話続けていく感じ？はい。でも、ただの事実の話。指に怖いんですよ。そん時はあれですもんね、霊が。入っちゃってるんですもんね。いや、ちゃんと全部覚えてる、うん、俺は俺のままでやってた、何も取り憑かれてないし、はい、めっちゃ怖い、怖かったですね。いやいやいや、全然普通ですけどね、みんなそうでしょ。僕も一個いいですか。あ、お願いします。ちょっとセミがすごいことになってるセミがすごい騒ぎ出したけど、これコンビ組んだか組んでないか、本当に仮コンビとして活動してる時かなと思うんですけど、はい、ち
それこそ M1 でちょっと跳ねて、ちょっと芸人の中では来てんじゃないか、うん、面白そうだぞってなってた時なんですけど、うん、実はその回コンビでネット番組に初めて出させてもらったことがあって、はい、で生放送でネタ尺が1分、まあ、若手ですし誰も知らない状態ですから、そうです、はい、で1分やだなと思ったんですけど、はい、生放送怖いな怖いな、はい、でまあネタ合わせしてもう完璧な状態でバーッと出囃子になって出てったんですよ。そしたらあれ出囃子になってんのに兼近さんいないんだよあれ怖いなーいつも立ち位置左なんであれ右見たんですけどやっぱ右もいないですよね。ゾクゾクゾクでちょっと気配を感じて、はい、後ろバラッて振り向いて兼近さん後ろに金尺ですから左でもなく右でもなく僕の後ろに立ってだからあの時兼近さんが、はい、このものだったかサダーかじゃないかで何してんのチャンリンって俺に言ってきたんですよ僕が入ってますから三八ここにありますよ絶対こっちじゃないですか邪魔だよりんたろーさん邪魔だよりんたろーさんとかもう本来の自分に降りてるんですよチャラ男も降りちゃってりんたろーさん1分終わっちゃうよこっちのセリフなんですよですごいでも1分尺ですからそれを処理するのでお前何やってんだって早くこっち来いよって言ったらカンカンカンっつって怖い話っていうか普通の話ですけど事実なんだ普通の事実ただの事実であれ俺がいるべき場所にリンダラさんがいると思ったらもう後ろから動かないでちょっと立ってたらいいですよあれリンダラさんそこあ違いますよねあ俺こっちでしたっけあれいやそこだだだだだうわ、この、あ、いいですね。怖い話。はい、ほんで、その、2年前ぐらいですかね。うん、そのまだ EXIT さんが組んで、ちょっとまだ浅いぐらいだったんですけど、結構時まだ無限大、僕らも無限大で活動させていただいて、うん、で、ちょっと一緒に活動してる時期だったんですけど、その時にその、なんか、イベントで、先輩と後輩がシャッフルでコンビ組んで漫才するみたいな。先輩の胸貸してくださいみたいなありましたね。リンタさんも出てたんですけど、はいはいはい、その時僕は兼近さんとコンビを組んで出ることになってて、はい、で初めて兼近さんと一緒になったんですよ、はい、すごい優しくて、はい、でネタ合わせもすごいいっぱい案持ってきてくれて、はい、ネタ合わせもすごい盛り上がって、はい、すごいかっこいい先輩だったんですけどちょっとでも1個だけ怖いなって思った瞬間が、うん、そのネタ合わせが終わってで、その日も本番だったんですけど、この後本番で、コンビ名を、うん、あの自分で考えて提出しないといけない。ああ、即席コンビですか。そうなんですよ。でそのコンビ名、僕は、満腹、ユナイテッドが満腹と、はい、で、イグジットさんイグジットとね、そのまま逆取って腹ペコ、満腹の腹ペコ、うん、で、イグジットの反対でエントランス、腹、うん、ペコエントランスと、めっちゃいいですね。いや、もっといいな、うん、思うんですか。ちょっとこれ行くからちょっと楽しみにしてみてっつって、うん、でコンビニを提出しに行ったら、うん、ちょっとなんか社員さんとかざわざわしだして え、なんだろうと思ってそしたらあの作家さんからちょっとベリーギャングはなしでうわその周りいた芸人もなんか笑うとかじゃなくて、フレーズでいいかも。そうですよね。し、で、りんたろーさんもなんかその、なんかその、まあ、いいのかみたいな、そのなんか優しい、先輩として優しさを出しつつも。だからあの時に僕もすごく怖くて。え、あ、やっぱ怖かったっすよ。怖かったっすよ。まあ、そもそも知らない人もいるし。そもそも。
そこで変な直径が一番怖いじゃないですか。めちゃくちゃ怖いですよ。そうですよ。結局だからその、あってこうやったんですよ、話してたりしたら、ちょっとシュートだったんだけどな、ちょっと機嫌悪くなっちゃった。で、一応忘れて、まあ、ネタ終わって、はい、まあなんとか1位取れたんで、はい、もし1位だったら、その時、その無限大とかのホームページに1位出てくるやん。すごいですね。だとしたら怖かったな。まあまあまあ、別に怖い話よ、本当の話。その算数、さっきから、はい、そのベイビーギャング1位にさせたくて言ってましたし、すごいな、あそこでボーンってベイビーギャング1位って出たらおもろかったなっていう気持ちからのやつだから、面白くないじゃないですか。でこれもう一個、えそんな出るの、え俺の話ってそんなあんの、ハラペコエントランス出たじゃん。あ、はい、その後に僕と、ごく一部のゾノさん、はい、さんが出てったんですよ、はい、めちゃくちゃ滑った怖っ、いや、あれは怖かった、ネタ結構バッチバチにして完璧なネタ作ったんですよ、はい、めちゃくちゃ滑った、見てました、ハラペコエントランス1位、ハラペコエントランス1位です、自分のペギー怖っ、怖っ、ちゃんとジャッジしたんですよ、体熱っ、まあこれもまあちゃんと事実で、袖でこのままりんたろーさん立ってて、で、りんたろーさんっつって、俺お前見ないとダメかもしんない、見てたんだよ、本当にあれ怖かったっすね。構成はすごくて、ちゃんと後半畳みかけてる、ね、え、畳みかけて釣るの、はい、そうですね。伏線回収2回出たの。喜ばない、誰も喜ばない伏線ね。何にも受けてない伏線回収してたから、滑ったゴミひたすら回収してたから。1個前の伏線で受けないと、うわ、そうです。だからこの1個目の伏線が滑った時、めちゃくちゃ怖かった。そうっす、絶対に滑る箇所が後半に2回絶望に向かって万歳をしなきゃいけない、怖かったっすね、あれは。でもその時の怖い話で言うと、やっぱ加納と僕初めてコンビ組んだんですけど、結構その俺ネタとか文字起こしもしないし、単語でこう、そうこれ言って、これ言ってくれたら俺多分その時こなんかこういう感じで返すわみたいな、俺ってそういう作り方しちゃうから、カノが、あの、カノさん本当に大丈夫ですかって、本当に先輩にする圧じゃないぐらい俺に圧かけてめちゃくちゃ怖かったっすよね。俺はその気持ちはすごくわかります。コンビ名ベイビーギャングにするやつは怖いんですよ。信用ならない、大丈夫ですかっていう、その人が絶対おもろいって言ったこと怖くなりますよ。怖くないし、台本もなんか断片的すぎてそのなんか暗号解読するみたいな。そうなんですよ。僕もネタとか書くときにその暗号みたいなのもらって、こういうことかなと思って2日3日かけて書いていくじゃないですか、そしたらりんたろーさん全然違いますね。怖っ、こういうことじゃないです。あ、そうです。あの2日3日怖いなぁ。書くの怖いっすね。ノート1回手触れます、ね、合ってるかな、合ってるかな。